皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日はですね、バイデンさんが韓国に激怒りでございます。はい、えー、あ、その前にですね、あのー、またコメントでご心配のコメントいただきまして、本当にありがとうございます。えー、だいぶ、あの、だいぶでございます。ちょっとだけ晴れは引きました。で、昨日、えー、久しぶりにですね、一回痛みで、まあ、あの、寝れなかったんですけども、も夜。 あの、一回も起きずに朝までですね、寝れるというですね、睡眠の幸せを味わってしまいましてと。<laughs> ということで、あの、まあ、あの、痛みがひどい時はまたお休みをしますけれども、あの、ひとまず本当にありがとうございます。はい、えー、ということで、本日は、えー、週刊新調の記事から参りましょう。こちらでございます。あ、デイリー新調ですね。すいません、デイリーさん。すいません。はい、えー、慰安婦問題を言い続けるなら、見捨てるぞ。 韓国を叱りつけたバイデン政権の真意はという記事から参ります。では参ります。はい、怒ってますね。アメリカ怒っております。まあ、怒るのは当然のことなんですけれども。ただですね、これはあのー、バイデンさんが直接言ったという話ではあ,ありません。そうではなくて、えー、バイデン政権の韓国担当の人が、東亜日報という韓国の新聞ですよね。東亜日報に、 えー、語ったところによるとということで、まあ、いわゆる関係者筋とか、当局者の話とか、そういうレベルの、えー、話なんですけれども、まあでも、多分そ、そ本当だと思います。これはですね、えー、流れ的に考えるとということですけれども。はい。で、この人が何言ってるかと言いますと、えー、我々が韓国から聞かされることといったら、 シンガポールの米朝首脳会談の精神、もしくは、慰安婦強制徴用問題のことだけだということで、韓国は何も変わってないと。少しも前進してないじゃないかと。で、これをずっと言い続けて、日本との関係を改善していかないんであれば、もう同盟やめるよっていう話ですね。そういうことが書いてあると。 おいうことでございます。で、まあ、それは、まあ、その通りというか、あの、じ当たり前の話で、ええー、まあ、こちらの記事ご覧ください。はい、これ、2015年か16年の記事なんですけれどもお、2015年、我が国はですね、韓国と日韓合意という協定を、合意を結んでおります。えー、これは、あまあ、違反不合意とも呼ばれますね。違反不問題に関して、未来永劫も問題、政府間で問題にするなど、も解決したんだっていう、 不可逆的な解決を、両政府で歌った合意です。もう、あの、すでにとっくに昔にこれ破ってますけれども、これを仲介したのが、当時副大統領だったバイデンさん。安倍さんが直接バイデンさんに電話をして、えー、ちょっと、なんとか、中入ってくんないっていう話をして、うん、分かった分かったって言って、バイデンさんが中入ってくれ、くださったんですね。 で、えー、バイデンさんの顔に泥を塗るわけにもいかないということで、韓国側も動いていたという経緯がありまして、さらにバイデンさんはこれを自国のメディアで自慢しておりますので、その上で、えー、次政権を担ったムンジェイン政権がバイデンさんの顔に実はペタ,ペタ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 泥を塗っていたというのがこれまでの経緯なんですね。で、その上で、今回こういう情報が出てきたということで、まあおそらく本当にそうなんだろうなと、えいうふうに思います。 はい。で、えー、ただですね、バイデン政権として、えムンジェイン政権とまともにちゃんとやり合おうというか、あの、タッグを組もう、パートナーシップを組もうという意思はおそらく皆無だと思います。ゼロですね。えー、なぜかといえば、ムンジェイン政権はですね、2022年かなの5月で任期が終わります。はい。あと1年ぐらいですね。で、任期が終わってしまいますので、 えー、バイデン政権としては、ムンジェイン政権と信頼関係を築くよりも、バイデンさんの顔に泥を塗る、もしくは、アメリカの軍に泥を塗る、もしくは、あ中韓アメリカ大使に泥を塗る、ようなことをしない政権が新たに誕生することを望んでいるというの方が生産的じゃないかなというふうに。 えー、思いますね。はい。えー、米韓の合同訓練に関しても縮小するだとか、えー、延期するだとかですね。で、北朝鮮から合同訓練なんかするなとこう。民族に対する反逆だーみたいな裏切りだってことを言われたら、えー、北朝鮮と相談しますとかですね。ことを、ま、平気で言う政権ですので、ちょっと本当に信じがたいですね。えー、韓国の一般市民の方、本当顔から火出して恥ずかしがっていいぐらいの話です。 はい、そんなことを平気で言う政権でございますので、えー、とてもじゃないけれど、おそのおーパートナーシップなんていうのはですね、あのー、考えもできないというような状況であろうかなというふうに思います。えー、さらに言いますと、戦時の軍事党政権ですね、えー、指揮権を、戦争だったら指揮権を渡せということも韓国はアメリカに対して言いました。このムンジェイン政権。 アメリカの軍隊が、国連軍とかであればまだ知らず、えー、戦時においてアメリカの軍人の命を他国の司令官に預けるなんていうことはありません。ありませんので、えー、軍事統制権を渡せって言ってアメリカが分かったっていう時は、それは朝鮮半島から米軍を撤退させる時です。そんなことも分かんねえのかっていう話になりますので、まあどうしようもないと。 いうことになります。で、えー、私のチャンネルは日本の安全保障に興味があってやっておりますので、日本の安全保障にとってどうなのかと言ったときに、こういうことが起こったとき、いや、アメリカが日本の味方になったぞということで、じゃあ、そこで,ですね、日本も勇気100倍ということで韓国に物を言っていこうっていうのが一番ダメ。一番まずいです。なぜかといえば、えー、バイデン政権はですね、 アメリ、これで韓国が譲歩して、えー、アメリカにすり寄ってきたら、じゃあ日本も譲歩して、韓国になんか合わせてあげなさいよって言ってくるに決まってます。はい。で、とにかく韓国に合わせて政策を決めたり、行動する、発言をするっていうことを、もう今後、未来永劫、一切やめたほうがいい。なぜかといえば、今、日本にとっての安全保障上の最大脅威は中国です。 北朝鮮ではありません。北朝鮮は相変わらず脅威ですし、えー、拉致問題など解決しなければいけない、えー、そういう悪辣な問題をしてきた国でありますが、今、安全保障上の一番の脅威は、やはり中国になってしまう。で、その中国に包囲網というところで、今日本はクワッドという枠組みですね。えー、日米豪印ですね。 この4カ国を中心にした枠組み。ここにイギリスも今片足突っ込んできてて、そしてフランスも今片足突っ込んできている状況で、なかなかにいい状況になってきているわけです。ここに何が何でも韓国だけは入れちゃダメです。で、他っておけば中国人の顔色を伺って、北朝鮮の顔色を伺っているので、絶対入ってきません。他っておけば。 絶対入っっててこないいいのので、でおくのが一番いいんです。日本の安全保障的にはですよ。的には,はい、ということで、えー、バイデン政権が今この問題に関して韓国に強いことを言って、えー、まるで日本の味方をしてくれているようなあ状況が出ても日本はそこに入っていっちゃだめですはい、というのがまあ言いたかったとあいうことなんですけれども。まあ、あ 韓国はですね、ご自身で解決していただければというふうに思います。はい。では次のニュース参りたいと思います。あこれですね、えー、現在撮影日は、えー、2月の16日になりますが、あこの前の日かな、2月の15日、えー、ですね、えー、2月の第3月曜日になりますので、2月の15日というのが、 あアメリカの大統領の日という,う日だそうです。で、これ調べてみますと、初代大統領の、えー、ジョージ・ワシントンですね。ワシントンさんの誕生日が2月の22日らしいんですよ。で、これにちなんで、まあ、大統領の日なんですがあー、一応ですね、2月の第3月曜日かな、えー、が、まあ、その日になるというふうに制定されているみたいで、 22日がワシントンさんの誕生日なんですけれども、第3月曜日なので絶対22日は入らないっていうですね。はい。7×3 で21日までしか絶対第3月曜日にならないので入らないということで、2月の22日ですね。私のあの本当に大好きな、大好きな、えー、おじいちゃんの命日ということで,ですね。 えー、ワシントンさんと、うちのじいちゃんが、ワシントンさんが生まれた日にじいちゃんが死んだんだなっていうふうに思ったっていうところなんですけども。はい。えー、この大統領の日にですね、えー、大統領を祝う日ですから、えー、バイデンさんは逆に謙虚にですね、大統領の日というのはですね、その大統領を祝う日ではないと。なぜならアメリカの歴史は大統領の歴史ではなくて、アメリカの国民の歴史だからなんだと。 いうことで、国民が祝われる日なんだというようなですね、素晴らしい言葉を、えー、バイデンさんは言っておりますけれども、しかしながらですね、それは国民がほっとかないわけですよ。なんせ8000万票以上の、えー、歴代最多の得票数を取って大統領になられた、もう歴史上一番得票を取った大統領ですから、国民がほっとくわけがないということで、えー、こちらの映像をご覧ください。こちらでございます。 いやーすごい人気ですね、もうみんながですね道路に出てきて、もうやんややんやでこの大統領の日をですねお祝いしているということで、これ、黒のリムジンですかね、これに乗って、ですねこのリムジンを、もうみんな本当にものすごい歓声で、えー、迎えているわけです、もうやんややんや、あれ、これですね、フロリダですね、映像が。 フロリダですね。あれ,れトランプさん。あ、んあこれトランプさんがサプライズでこう、大統領の日にフロリダのこれ、これリブジで出てきちゃった映像かなこれはですね。ああ、いけない。これ違いますね。はい。大変失礼いたしました。えー、さっきの映像はですね、あの大統領の日に、 あれですね。トランプさんがリムジン乗ってサプライズで、あの、出てきてですね。それでも、道が人でごった返しちゃってですね。やんやんやんや湧いてしまったという映像でしたね。すますごい人気ですね。はい。あ、ということでですね。バイデンさんの方の、映像の方に行きたいと思います。こちらでございます。縛れるねー はい、えー。ということでございまして、ちょっと寒すぎたのかなこの日は。寒すぎたなか、かなということなんですが。まあ、これはですね、実は、あの、キャンプデイビットですね。キャンプデイビットというのは、えー、アメリカ大統領の公式の別荘として使われているところですね。まあ、いろんな人との会談にも使われますけれども、いろんな国のですね、トップとの進行を温める場所としても使われますけれども、公式の別荘になりますね。 え、こっからお帰りになる時の映像ということでございまして。じゃあ実際、この大統領の日何やってたかと申しますと、はい、こちらでございます。引きこもっていたと。はい、いうことでございますね。はい、え、大統領の日ですね。大変おめでたい日でございます。まあ、その日ぐらいはですね、え、ちょっとお体、休めていただいて、また、次の日からですね、え、韓国に起こり続けていただきたいというお話でございます。では本日の内容以上になります。ご視聴ありがとうございました。